にゃあ、続いてラボネーム、テッサラ理想ノートさんのチャンネル作ったり、もう大丈夫かな。昨日、お風呂に入ってシャワーを手にしたら、シャワーが折れた。折れた根元のホースから水が勢いよく出てきて、ホースがハブのようなバラ、目に襲いかかってきた。俺はハブを捕まえるように水を吹き出すホースの口を押さえました。実際にハブは捕まえたことはない。本物のハブには出したくないだよね。あ、なんかでもハブみたいに暴れる感じってわかるね。うん、このホースがね、ビュービュー。何してるの？言わんでいいだろ別に。ペットボトル倒しただけよ今。待ってて。言わんでいいだろ。もう一度いきましょうか。なんかちょっと名前がかかってるんですけど、ラジオネーム上海ジジンの情熱大陸どうぞ。上海ジジイが上海ジジンになってます。7月23日火曜日午後9時56分、上海知人はある支払いのためにチュラサン銀行宮ラビ支店の ATM を訪れた。今日中に引き落とされる2万7000円をメインの通帳から下ろし、通帳 B へと移すため、今夜の会合代も計算に入れて計3万5000円を下ろそうと決めていた上海知人は ATM を操作する。ピッポッパキュルルルピピピカサッとお札が出た。それを